境界戦法は、グレゴリオ聖歌の分類に用いられる戦法である。境界戦法の体系は、主要なグレゴリオ聖歌の作曲よりも後に、ビザンティンのオクトエコスを基盤として成立したものである。したがって、実際のグレゴリオ聖歌は、境界戦法の理論に全面的に合致するものではなく、聖歌の中には、境界戦法では分類困難なものもある。8から9世紀頃以来、 少なくとも16世紀頃まで西洋音楽理論の基礎であったが、機能化性の発達によって、長長、短調の組織にとって変わられた。しかし19世紀末以降、新たな音楽の可能性の追求の中で、境界戦法がしばしば用いられている。8つの境界戦法を。F は終止音を示す。境界戦法はまず終止音によって4つに分類される。そして、 それぞれが音域によって終止音から高くまで上がる性格とあまり上がらない変革の二つに分けられる。例えば、ドリア戦法は二音を終止音とする性格戦法であり、ヒポドリア戦法はその変革戦法である。イ、ロ、ハオトを終止音とする戦法がないのは、オクトエコスの組織にそれがなかったためである。それらは、後にエオリア旋法。 ロクリア戦法、イオニア戦法として追加された。各戦法の名称には古代ギリシャの戦法と同じものを使用しているが、両者は全く別物である。教会を音楽ではギリシア名は一般に使用されず、主に番号を用いるが、現代の音楽理論の教科書ではギリシア名が主に用いられている。ジャズにおいて1960年代頃から、 境界戦法が利用されるようになってきた。第一は、あるコードにおける、アベイラブルノートスケールとしての利用法である。第二は、モードを長として捉え、その上でフレージングを行ったり、火星を構成したり、する利用法である。第二の利用法では、各戦法の主音と特性音とが重視される、以下の境界戦法が用いられている。現代において、境界戦法が用いられるのは、 従来の競技の調整、つまり、蝶々と単調とによる音楽からの脱却を目的としている。このため、アイオニアン・イオニアンはあまりにも従来の調整である、蝶々を感じさせるので、用いられない。ありがとうございます。